北朝鮮は23日、米国とその追従勢力らが、古臭い制裁圧迫のたわごとを並べているとし、米国の対北制裁維持の動きを非難した。北朝鮮の労働党機関紙、労働新聞はこの日、つまらない制裁圧迫の賭けを片付けなければならないというタイトルの論評で、米国ホワイトハウスと国務省、 国防省の好意人物らは口を開けば、最大の圧迫政策を堅持すると叫んでいる都市、制裁騒動で頭がおかしくなった者たちの呆れるべき発言と主張。また、朝鮮半島に流れているいい雰囲気は、我々主導の措置と努力によってもたらされたものとした上で、絶対に、 米国とその追従勢力たちの制裁によって造成されたものではないと非難を強めている。これを前に、前日にも、帝国主義に対する幻想は死だというタイトルの記事で、我々が相手にしているコメテは、世界で最も暴悪で狡猾な帝国主義と主張。連日、米国に対する非難の記事を掲載している。